ウサギ、鳥、ペットと暮らせることは幸せです。たとえ言葉は話せなくても私たちの声や愛情はちゃんと届く。私たちは彼らと過ごせる時間を大切にしたい。ペットは私にとって、あなたにとって、かけがえのない家族なのです。
決められないわ。いや、私はどうしてもペットが飼いたいの。まったく、この世界はどうなっているのよ。こんなにも次から次へと美味しいものが。あれ、あんなところにいた。お客様、申し訳ありませんが、食べ物を持ってのご入店はお断りしております。え、あ、そうなんだ。まあ、私は動物園内でシーツの方がいいわ。来た来た、今日こそ家族にしてもらうんだ。あの子たち、私を気に入ってくれるかな。私たち、可愛いもん。大丈夫だよ。うん、私、頑張る。私だって、負けないよ。ワンワン、ニャーニャー、ワンワン。お姉ちゃん、見て見て、かわいい。そうね、本当にかわいいわ。抱っこしてみたい。どうぞ、かわいいですよね。よかったら、抱っこしてあげてください。します、抱っこしたいです。ちょっと、やめておいた方が。やだ、私は抱っこしたいの。どの子にしようかな。あそこに人がいるわ。すみません。
にちは。ここって知らずに来たのかな。え、あ、はい。そっか。じゃあ、あの子たちを引き取りに来たわけじゃないんだね。あの子たち？あっちにいる。あの子たちだよ。あ、あれはさっきのお店にいた子たち？違う。誤解しないでくださいね。
ペットを捨ててしまう人たちはほんのわずかです。ほとんどのペットは大切にされて幸せに暮らしています。でもそんな人たちの中でもいろいろなことがあって、ペットを手放すことになってしまうことがあるんです。かわいそう。そうですね、ペットにとってもその人にとってもとても悲しいことです。でもね、悲しんでるだけじゃ前に進めません。ここにいる子たちが新しい家族を見つけられるように、私はボランティアの人と協力しているんです。え？救える命がある、それを知ってしまったら私も何かやらなきゃって、一匹でも多くこの子たちを救いたいと、そう思っています。助けられる命。はい、この子たちが最高の家族と出会えるように。最高の家族ってな。コーラ、一人で行かないでって言ったじゃん。お姉ちゃんたち、ごめんなさい。無事でよかった。こんにちは。こんにちは。私たち動物を家族として迎えたいと思っているんです。ここの子たちを見せてもらってもいいでしょうか？もちろんです。私はそれを探し続けます。はい。
あ、すいません。こちらへどうぞ。何の話？内緒。なんでよ。それで、どうするの？何が？あなた、誕生日にペットいたわ。え？だから、ペットを飼うのはやめたの。そう。でも、なんで急にやめたの？あんなに欲しがってたのに。私には、まだ早いかなって思っただけだよ。早い？うん、まだ早い。そっか、そうだね。なんでか知らないけど、話はまとまったの？それなら私、行きたいスイーツのお店があるんだけど。あなた、まだ食べるつもりなの？当たり前じゃん。人間の世界なんて、たまにしか来られないんだから。でも、もう私たちの世界に帰る時間よ。いや、私はまだ帰りたくない。この世界のスイーツは食べ尽くすのだ。ちょっと待ちなさい。いつか私に覚悟っていうものができた時は、その時はまた人間の世界に来るわ。あの子たちを迎えに。でも今は、あの子たちを迎えるのにふさわしい大人になるためにいっぱい勉強しなきゃ。ちょっと待ってよ。今日は私のお誕生日なんだからね。私にもスイーツを